ごきげんよう、山口あゆきです。今日は、視覚障害者の、ガイドとして京都に来てます。あ、石がありますね。はい。はい。ここは嵐山ですよね。そうそう、夜にそこ見せねって。集中。そうですね、あと3段ですね。はい、そうです。はい、で、入り口があります。はい、また、はい、はい、はい。で、次、下りです。下りの石。下りが1。はい、1と、いけます?はい、2。はい、もう1個、3。もう1個。もう一個、はい、あと最後、はい、最後ちょっと、はい、あれやで、はい、歩きにくいです。通ったねな。あ、綺麗、かぐや姫でも隠れてるんじゃん。ほんまですね、一本二本切ったら、ここな、佐賀店のいうのがおってな。そうそう、ほんで、東大南北が全部領土をな、佐賀店のあれにした。佐賀店の、なるほどな、勉強なるな。めっちゃ涼しいですね。うん、気持ちいいわ。いっぱい空気もすっと気合い。本当ですね。うん、あ、気持ちいいな。気持ちいい。一気に、うん、涼しになりますね。うん。いい声ですね。あ、今日こっち見ておるから歌ったあかんかって。いやいや、歌った方がいい。何をおっしゃいます。歌った方がいい。歌手はもう歌った人がもう歌手ですからね。そう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 、みんなな。そうですよ。行きましょうか。上り、上りです。ちょっと一旦みんな上がってからね。ね、段差結構石の段差なんで。ああ、そうやな、これな。危ないやつ。蜂がおる。蜂がおる。はいはい。やめて。はい、虫よけスプレーもやってきた方が良かった。良かったですね。めっちゃいい光景。うん、皆さん手合わせて並んでね。もう宇都宮神社。今でもカンカンないですよね、街中でも。温泉卵、いや、なんかね、普通のゆで卵ですね。なんかゆで卵とアプリンとか卵が有名なんですかね。ほう、ほんとや。どこに来るよ。人柄で。
真正面、12時の方向です。ほんでは写真。こっち側にね、ここここに、はい、めちゃくちゃ綺麗、なんかね、白っぽい花、そう、白っぽいのもありますし、はい、ピンクもあるし、もういっぱい広がってる。そう、葉っぱめっちゃでかいです。トトロも隠れるぐらい。あ、わかった、そこわかりました、うん、よかった、うん、ね、正面のところにその、うん、ちょっと見えたようですね。よかった。ほら、なんか黒いのショール。そう。そう、大きい葉っぱがあって。レンコンか？レンコン。え、これレンコンなんですか？来たかな？嘘。うん、そうなんですか？うん、知らんかった。大きいのある。引っ張ってな。花びらがな。一つ、ペッペッと一つ。引き取れて知らんから、ね、何枚もペラ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 ある。あ、ここ重なってんの、うん、重なってんの、うん、これ滋賀県の方なんと一緒やから。滋賀県の方なんと一緒やから。そうなんよ。レンコンいっぱいできてんの。レンコンできてんねんよ。勉強なる。レンコン用とまた違うけど。ごきげんよう、山口あゆきです。今日は、皆さんと一緒に、今日は、一緒に京都を回っています。で、今ぜひ景色を見てほしいんですけど、ハスですかね。綺麗な花がいっぱい咲いてます。レンコンの、じゃん。え、巨大巨大な、あ、カエルの楽園作ろう思ってるんだ。ですかね、もうえげつないでかさですよ。いや、鳥や、こちら撮ってる、めっちゃ高い。これぐらいあります、これぐらい。そうなんや、うん、もう子供の時もあのジャクシが取りに行ったで。そうですか。海野さんは、少しなら見えるんですか。な、何か光が当たったところ。あ、なるほど、なるほど。何も見えへんねん。あ、なるほど。で、ちょっと光が当たってくれたらちょっとわかる、はい、あ、そうなんですね、うん、あの、あそこでレーザーでこうちょっとやったら、はい、ここら辺が白っぽいところが、ちょっとそれは何なんかなと思って。これはね、あの光です。火の光、当たってる、うん、当たってるところだよ。うん、日の光やったら、あの、若干そこが差してんなっていうことですね。あ、なるほど、うん、これな、光見えへんかったらな、うん、真っ暗闇でな、そりゃそうですよね、うん、すごいな、しんどかったで。あ、やっぱそうなんですね、うん、で、うん、あのレーザーでちょっとあれやって、はい、光が分かるようになったらね、気が楽になった、はい、あ、そうなんですね、うん、真っ暗も目つぶってる状態やで。そうですよね、うん、だってなんか目、ま、開けてて、うん、私も暗闇に行った瞬間ちょっと見えへんから、うん、目大きく開けたりとか、そうそうそう、なんか瞳孔がなんかこう、うん、そうそう、ね、な、開けて、そう、だいぶ疲れますよね、うん、あ、そうなんや、うん、いくつぐらいからでしたっけ。私48か、うん、そうか、48か。主人が未だに理解できへんからな、うん、面白い。そうか、そうか。私、主人の前通り過ぎて行くやろ、はい、どうか行かれるんですか、他人みたいに聞かれるか、はいって誰か分かってんのか。いや、分かりません。どなたって。そうか、そうか。だって谷野さんはでもほんまにもう忘れてしまうぐらい、そうやね、そう、もうすっぱすっぱ歩くから、ほんま見えてんのかなぐらいのね。みんなそういいよね。なんかそれはでも熟練の技だと思います。感覚というかね。上がね、あの、光さしてるんですよ。その光があるの分かる、分かります。めっちゃ綺麗ですよ、光が。だから私もあの、この視力がなくなるっていう時に、もうヨーロッパとガンナも、あの、飛行機のところから夜が明けてくる、うんうん、ああいうのとか見に行っとったもんな。ああ、そっかそっか、うん、ねえ、いいですよね、目の中に焼き付けとこうと思って。へえ、そうですよね、うん、そやからアメリカも国立公園、国定公園とか全部回ってきたね。ああ、そうなんですね、うん、やっぱ綺麗かったですか。うん、綺麗に、すごいです。あ、そっかそっか。で、自分の記憶の中に残しとこう思って、うんうん、あ、そうかそうかそうか。カナダ行ってもコロンビア氷河とか、うん、あれも自分の記憶に残しとこうと思って。なるほど。世界、うん、
今やったら見えへんけど、うん、でも行ってもあの時の分かるから、うん、そうですよね、記憶に残ってますもんね、うんうんうん、だから500円でんやろ、うん、あの、あれやってて、東京オリンピックの綺麗ですね、ちょっと坂やからちょっとしんどいかもしれないですけど、うん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 、でもなんか木漏れ日がね、うん、あのここ光当たってる、そう光当たってますね、あ、見えます、うんうん、あの上から、うん、上からの光、おー、いいですね、木と木の間のな、そうですそうです、木漏れ日が、うん、綺麗ですよ、うん、で下に映ってな、そうそうそうですそうです、うん、よいしょ、ちょっと砂利になります、はい、はい、家で買ってさ、自分の部屋入ってもな、うん、はい、電気ついてなかったも普通に動けてるからな、はい、みんなが寝てんのって戸を開けられねえ起きてんでって何してるのってこっち渡りましょうかね、ちょっと石あるんで、はい、そうですよね、え、片付けしてんねやんって電気消えてるやん前もあれでしょ、暗闇の中で、そうそうそう、何してんのってびっくりしたって、そう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 みんな言ってた、うん、え、ご飯も食べれんねすごいですよね、みんな停電になった時な、もう大パニックですよね、もうパニックやね、ただ私一人かな、ね、うん、ご飯食べとうはい、すごい綺麗、段差あるんで気をつけてくださいね、段、ここ、うん、あ、まだまだまだ、ここ1個段あります、1個段、はい、そこ、はい、ちょっと、はい、ここ段ね、はい、ここな、はい、もう1個段あります、はい、ここここここな、はい、はい、これ、はい、そこ、はい、よいしょ、テーブル座りますね、はい、はい、いいよ、ここがテーブルを出してくれたら、あ、ここね、はい、座ろう、そこ、そこ椅子ですね、うん、ここ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 、あ、ここ、ここ、これが椅子です、そう、はい、オッケー、はい、すごい、ほんまやすごい汗ですね帽子取っといた方がいいと思います、ボトボト、抹茶ですかね、お茶、みんなで、そこ来てんの、また来てないです、涼しい、竹やぶも見えて、おー、いいですね、暑いね、寒いまで置いといて、暑いな、暑い時は暑いの飲んだらやこう回すねんけど、絵柄があるか、絵柄はないです、だからもう別に、はい、はい、ここです、はい、はい、はい、そうです、暑いですよ、はい、ください、美味しいです、キノコ入ってました。血だれみたいに。血だれみたいに。お刺身についてるよね。あ、血塩とかね。いろはもみじ。もみじの天ぷらはこんなんちゃうな。違う違う。あのね、それをね、取ってる。食用。食用はね、なんかちょっと色嫌い。あの緑と使えへんから。うん。あ、段差大きいですね、ちょっと気をつけてくださいね、ボコボコしてるから、あ、これね、こっちない、そっちないねんな、ちょっと待ってくださいね、愛知県の豊田市の山の奥の方に、前とか写真入ったんだけど、消えるもんだけど、今でもあるの、あります、なんかでもちょっとだけね、空がね、真上に見えてるからね、それがすごい綺麗、この正面な、うん、そう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 、そうです、で、葉っぱがこうなんか、葉っぱかなと思うやつがこうちらっと見えると、あ、そこ葉っぱです、正解です、テレビの画面とかもな、うん、見えへんやん、こんな見えてんのって聞かれるから、いや、見えへん見えへんけど、うん、まだ小さい画面の方がな、あ、見えるんですか、うん、ちょっとなんかちらっと見えるときある、へぇー、ここまでくるくるくる、どうするよ、カッパ持ってるけどな、ほんまやね、昨日みたいなね、雷が、うん、ちょっと下りやからちょっとあれですね、ちょっとまた続きます、あー綺麗、
これを登っていったんな。そうですね。すごい綺麗。この時の子ちゃん75センチぐらい、ね、触ったら出た、白っぽいです。キノコ、キノコ、剣あるから、剣あるから、はい、今その白っぽいの、そう、これ白っぽいのキノコが落ちる、キノコやけど、さあ、さあ、はい、ここの、その、そこの、その人は、うん、私と一緒の病気じゃないから、はい、あの、暗闇の、はい、見えるね。あ、そうなんですね。後半編成やから見えるね。へえ、うん。外視野あるからね、なんぼでも歩ける。あ、そうなんですね。で、私らと多分見えてらっしゃらないと思うんですけど、私の家の近くにね、こう棒をすごい速い差でパン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 ってして、こうやってる。あ、やってる。あ、そうやってる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 。これは視野がないから、はい、前が見えてんねん。で、あ、その横になんかが分かれへんからこうやってる。あ、そうなんや。だからその人に声かけるとき、はい、あの、何かお手伝いしましょうかとか言って、はい、なら大丈夫ですって言うて、スタッフ歩けてたら、はい、黙ってみて、はい、へえ、だから思ってたんです、私その人に3回ぐらい声かけられたことあって、うん、なんで分かりはんやろと思って、見えてんねん、そうなんや、うちのメイもな、うん、中本の駅でな、うん、あの学校帰り声かけられんねん、うん、ああ、いつも一緒の人やねん、ほんで、そやから、うん、中心かどっか、あの、視野があって見えてんねん、うん、ほんで、うん、いつも通る人やなとかな、あ、なるほど、ちょっとそうかなってますね、うん、はい、谷野さんの場合はあれですよね、そのサイドというか、こう、うん、迫なってくるんですよね、視界が、そうそうそう、だから私が見えてんのは、うん、このここら辺が見えへんから向こうの方で、うん、このサランラップの芯を伸ばした位置あるやん、なるほど、はい、そこで見た時に、あ、うん、見えるって思うのがあるね、私、あ、なるほどね、だ、うん、からテレビ見てるみんなのところで、うん、サランラップの芯置いとって、それで見てるなるほど、ね、何してるって他の人も言うけど、いや、私の見える位置ここやから、前に行ったらもう全然分からへんや、うん、で後ろに下がって、うん、サランラップの芯で覗く、そうしたら分かる、初めトイレットペーパーの芯ぐらいで見えてたやつが、うん、だんだん見えへん、だんだんちっちゃくなってくる、ここら辺が見えへんから、なるほどな、うん、そやからほら、よく近視の人がこうやってここのところ小さいここ三角作って覗くやん、うんうんうん、あれやな、あれぐらいやな、なるほど、うん、時々自分でも見えてるか見えてないか分からん時あってな、あ、そうなんや、へぇ、ちょっと逆らってます、物見るとき一生懸命見てんで、あ、でもなんか分かります、分かる、そのあの感じですよ、うん、その 最終的には分かりきれないかもしれないですけど、うん、文字知ってるじゃないですか、うんうん、その言うたら多分脳に残ってる文字がそう変換してるっていうのはあるんかもしれない、うんうん、もう感覚がでもそうですもんね、うん、だってお料理もするでしょ、それがすごいわ、お嬢とかそんな使っても別に手切ったりせえへんで、もうやっぱ覚えてるんでしょ、そうそうそう、きっとすごいですよね、うん、ああ、それの、はいはい、こっちやったかな、こっちやったかな、桂良川やね、見えてない、桂良川、ずか。
しい。よし。静かな静かな里の秋、おせどに木の実の落ちる夜は自分はやっぱりしっかり持っとかなあかんなと思って、うんうん、こうやって強い気持ちを持って、ね、もう誰かの何かの、はい、希望になれたらいいなと思って、ね、うん、人間はね絶対一人で生きていかれへんから、そうですね、そうそうそう、ありがとうございます、ありがとうございました。